よく戻ってきたな。シリこんなに綺麗になって、突っ立ってても仕方ない。みんなに挨拶してきなさい。少しも変わってないね。みんな思い出のまま。なんだ。無事でよかった。みんな揃ってるぞ。協力を求めた全員が来てくれた。アバラックは塔にいる。まだ具合が良くないようだ。外にいる必要もなかろう。中に入るぞ。また会えて嬉しいよ。じゃあ中に入りましょう。そうよ、みんなと話し合わなくちゃ。ヤネファー、あなたは誰よりもワイルドハンターだし、彼らが使う魔法について教えて。また会えたな。よくあの子を見つけ。道具を全部持ってきたのか。戦いを前にして気づいたのさ。剣には研ぎ石が、鎧にはハンマーが必要だってことにな。まったくだ。感謝するよ、ゾルタン。さらにマハカム仕込みの化合物を調合するつもりだ。揮発性がかなり高くて、少しの摩擦ですごい爆発が起きる。囲まれた時に役に立つぞ。よし、また後で話そう、ゾルタン。ずいぶん上機嫌じゃないか、ゾルタン。このガスが効けば。ゲラルト、シリは仲間だ。奴らに連れて行かせはしない。エスケル。やあ、ハブロー。もっと意地を上げ。来てくれてよかった。ベースが追ってきてな。来るって聞かなかった。呼ばれなかったことに怒ってたんだけど、ロッシュに当たってたら収まっちゃった。いや、懐かしい友よ。なぜこのクソ野郎がいるわけ。彼が必要だ。こいつのしたことを忘れたとでも言うの。シリのためなら何でもする。ベソはワイルドハントと戦ったことがあるんだ。そいつの能力は疑ってない。ただ信用できないだけだ。レソは裏切りはしない。相変わらずお人よしだな。普段ならほっとくが、今回は俺たちの命に関わるんだ。手遅れになる前によく考えろ。私たちはここで戦うけど、あいつに背中を預けるのは無理。幻だ。ワイルドハントを誘惑するつもりか。女が美しくありたいと思うのは誰かのためじゃなく自分のためよ。来てくれてよかった。また会えて嬉しいわ。もっと早く来るかと。最初は逆方向に向かったんだけど、途中で気が変わったの。なぜ気が変わったんだ。女には何かを決めた理由を説明しない時があるの。女魔術師ならなおさらね。調子はどうだ。ケイヤモルヘンは気に入ったか。ベレンよりはね。あそこと比べても。
みんなを集めてくれ。会議だ。来てくれてありがとう。ワイルドハントがもうすぐ攻めてくる。狙いはシリだ。阻止しなければならない。なぜワイルドハントが来るとわかるんだ。彼らは私の瞬間移動先がわかる。そして同じように一瞬で移動できる。それで作戦は？人数こそ少ないが信頼できる仲間ばかりだ。力を合わせれば勝てる。イエネファーが砦を魔力の障壁で守る。敵は壁の向こうに降り立つしかない。もし奴らが森に散ったら、奴らを少数の部隊ごとに対処できる。遊撃隊に最初の志願者が出たな。俺も志願する。俺も行く。攻撃は最大の防御ってやつだ。彼らは門を通り抜けて砦に入ろうとするでしょう。この種の魔法は対処できないの。森の中でできるだけ多くの門を見つけて閉じてほしいの。ランバートがディメリティウムの爆弾を作る。できるよな。もちろん。決まりね。ヤーデンは門にも効くはずよ。あと魔除けをそれぞれに渡すわ。姿を見えなくしてくれるけど、止まってるかゆっくり動かないと効き目は切れる。敵と戦えば姿を晒すことになるわよ。それから声と匂いは消えないわ。敵が多いなら攻撃しないでトリスに合図を送って、彼女が援護してくれるから。あなたたちの合図を待って森に火の雨を降らせるわ。数で劣ることを忘れないでくれ。力を合わせる必要がある。もしうまくいかずワイルドハントに追い詰められたら、交代して砦の各門で交戦する。内側の中庭は最後の防衛地点だ。そこで食い止められなければ終わりだ。この戦いで最も重要なのはシリだ。シリだけは何があっても守り抜くぞ。私は何を。塔の中にいて、敵が守りを破って入ってきたら全員であなたを守るわ。そんな必要ない。自分の身は守れるもの。それは皆分かってる。だが怪物退治に一番重要なことを覚えているか。木を待つことね。後で魔除けをあげる。それを使えば自分の立っている場所に火の玉が落ちてくるの。いざという時に使って。他に使えそうなものはないか。奇襲をかけるなら落とし穴を掘っておこうか。入れ墨体式のやつだ。どんなのだ。地獄みたいに深くて尖った杭がびっしりよ。マハカム仕込みの化合物を持ってきた。乾燥した硝石よりも火がつきやすく、何にでもくっつく。こいつを樽に詰めて細い通路に置いておき、敵が来たら爆破するんだ。この下はガスの溜まり場だって知ってたか。必要なら地面を割って爆発させれるぞ。そのためには準備が必要だがな。研究室と工房があるな。忘れないでくれ。俺たちが使える物資は乏しく、時間はさらに少ない。ワイルドハントに最も有効な武器を決めなくてはならない。その通りだ。研究室と工房、それぞれ武器を一種類ずつ用意しよう。研究室を使いたいものは。今霊薬を調合している。それでよければ続けよう。ウィッチャーの罠なら用意できるが、研究室の全ての設備を使うことになる。霊薬はいつでも役に立つ。できるだけ多く調合しておこう。工房の方はどうする。壁の穴を修理したいんだが、武器庫の瓦礫をどかすのにも同じ道具が必要でな。瓦礫？知らないのか。何年か前に屋根が崩落したんだ。中にはわしら向きの上等な剣がある。穴を塞ぐことも重要だな。あそこを通ってきた奴らに包囲されるかもしれない。ワイルドハントの鎧を貫ける武器がいる。武器庫を片付けよう。他のことをしている時間はないぞ。準備はできたか。よし、決まりだ。
時間がないから早速始めよう。まとめよう。イエネファーは敵の視力を防ぐ魔力の障壁を作る。それによって敵は森に追い込まれる。そこがランバート、ゲラルト、レスの待機場所だ。彼らがディメリティウムを使って航海士の門を塞ぎ、できる限り多くの敵を砦の外で足止めする。トリスはゲラルトたちの合図を待って敵に大打撃を加える。他の全員で砦の内側に入ってきた敵を迎え撃つんだ。うまくいかなかった時は中庭は捨て、塔の中に交代する。忘れるな、絶対にシリをエルディンに渡さないこと。それが最重要だ。砦の地図を見て細かいことを決めていこう。何か大事なことを見落としている気がする。考えすぎるなよ。この戦いどうなると思う？悪いが興味ないね。シリと話してこいよ。ご機嫌だぞ。お前の霊役だ。心配するなと言われても無理だ。隕石鋼の剣が足りない。ああ、ほら、ベセミルがお前のために引っ張り出した。ノームが鍛えた刃にエルフの唾だ。鎧だってバターみたいに切れるぞ。ありがとう、いろいろとな。馬に鞍をつけておくぞ。森へ向かう時になったら来い。レソを連れていく。俺の意見は知ってるな。ちょっといいか。あらら、真面目なお話ね。お前は奴らに狙われてる。絶対に危険なことをするなよ。みんなが私のために戦うのに黙って座ってろって？今回だけは聞いてくれ。自分で何とかしようなんて考えるな。子供扱いしないで。子供扱いしたことなどない。笑った顔が好きなの。来て。きっと全部うまくいく。